こ、オイラが想像してたのと全然違うぞ。世界樹が存在する。あそこは確かに、この旅の終点よ。でもまさか、ま、禁忌の知識。私でさえあまり知らない概念を知っているなんて。詳しく話してくれるかしら。あなたたちの推測も一理あるわね。千年前の砂漠に禁忌の知識が現れたことが一度あるの。その時はキング・デシェレトの自己犠牲とマハール・カデバータの身を削った力によって駆逐。それから500年前のカーン・ルイアの災厄で再び禁忌の知識による汚染が現れたと考えるのも難しくはない。そして今回のはおそらくそれ以上にひどいものかもしれないわ。じゃあここがマハール・カデバータの残した意識で禁忌の知識による汚染を受けてたとしたら。ええ、彼女は禁忌の知識との対抗によってたとえ禁忌の知識を根絶できなかったとはいえ、もしも彼女が何かしていなければ私を含めてみんなが禁忌の知識という概念について忘れたのも。悲しいのか、ナヒ。彼女の苦痛を感じているの。彼女はこのような状況下で力尽きるまで、その上ほんのわずかに残った明晰な意識を使って、え、その言葉は禁忌の知識の干渉を受けたことにより。でも今ならこれらの汚染された意識をくぐり抜け、正しい方向を見つけ出し、そしてマハールッカデバータの口から今注意が必要なのは、たとえ神の心の加護があったとしても常に意識を鮮明に保つ必要があるわ。でないといつ発狂してもおかしくない。そんなに恐ろしいのかよ。大丈夫よ、あなたは単純だから問題ないと思うわ。ここは空中？なんででっかい船がこんなとこにあるんだよ。あれはリチを象徴する。あれの影響を受けてるみたいだ。はっ、増刊化粧。いざ岩山八九。
を振らっ。天道、ここにあり。剣女万丈。部内者禁止。信頼感度三。瑠璃のように落ちなさい。召喚化粧。エネルギー補充が。天理チョーク。岩山八九。はびこれ。はっ。部外者禁止。この意識の船を制御するには、まず火事を見つけなきゃいけないよな。この航路を行けば、意識の船がすぐに私たちをここから連れ出してくれるでしょう。もうすぐ目的地に着くわ。みんな意識ははっきりとしているかしら。おいらは何も問題ないけど。もうこれ以上新たな変数が現れないで。そういえばナヒーダは一回もマハールッカ・デバータに会ったことがないのか。ないわよ。私の誕生と彼女の逝去はそうでもなければ、もう十分よくやってるぞ。ここがお前たちがずっと言ってた場所か。世界樹の足元。ここよ。オイラたち、マハールッカ・デバータに会いに来たんだよな。でも、あそこに立ってるのって…私？あなたが…マハールッカ・デバータ？ええ、いかにも。この姿に驚いたのかしら。ここは当時の世界樹と大地の形を再現しているの。あなたと私は本質が同じだから。私たちの姿は、どうして本質が同じなの？あなたが私で、私があなただからよ。あなたは私のリンネだもの。リンネ。マハールッカ・デバータである私は世界樹の化身なの。そしてあなたは世界樹からおられた。例えるなら、たとえ木が枯れても枝はいつか根を下ろし
別の形で生き続けていくかのように、あなたの目の前にいる私はマハールッカデバータとしての私が残した。うん、あなたの今の姿から時間を推測すると、やっぱり来たのね、ビンネ後の私。それってもしかして、いつか私もあなたのような偉大な神になれるってことなの？あなたと私の本質は同じだけど、運命は必ず異なるわ。万物には自らの運命があるの。枝が成長して新たな大樹になっても、本来の木と全く同じ姿になることはない。だから運命こそが究極の知識。そうよね。実に悪くない考え方よ。私も同意するわ。だからこそあなたは私にはなれない。そう。でもあなたなら私よりも偉大な神になれるかもしれないわね。すでにあなたの身から当時の私にはなかった意志を見出しているわ。それが導く未来こそあなただけが持つ運命なの。そしてそれらはあなたが過去に経験したすべてのことによる恩師でもある。安心して。知恵の成長も実は草木と同じで。今考えると教令院の賢者たちって全く見る目がなかったんだな。ありがとう。本当に嬉しいわ。自分がずっと慕っていた目標が実は異なる運命の自分だったなんて。あなたと話せて本当によかった。マハールッカデバータ、ずっとあなたに会いたかったの。私もよ。世界樹の枝を折り、あなたを想像した瞬間から、こうしてあなたと会話できることを、ずっと楽しみにしていたの。どうして私を想像したのか、話してくれるかしら。それと、あなたが亡くなった時、一体何が起こったのかも。ええ、分かっているわ。あなたたちは答えを探しに来たのよね。あれが起こった日、空さえもこのような色になっていた。当時私以外の七神は全員カーンルイヤという名の国へ向かうよう召集された。私はというと、もう一つさらに重要な任務があったの。それは世界樹を守ること。災難の降臨は近畿の知識の汚染とともに現れた。それとほぼ同時刻、世界樹と意識がつながっていた私は異変に気づいたの。さらには精神的な苦痛が私を苛み始めた。そして私が世界樹に駆け寄った時にはすでに近畿の知識によって侵食されていたわ。もしも千年前にキング・デシェレトと共に近畿の知識による汚染を収めていなかったら、あの時私はなすすべもなかったでしょうね。近畿の知識、それは一体何なの？この世界には属さない知識、知ることのできない真実よ。あれはアビスの底から来るもので、私でさえ理解できない。世界はあれを排他し続ける。でもそのせいで世界にも様々な症状が生まれるの。もしも
近畿の知識による世界樹への汚染を放っておけば、テイワット全体が支離滅裂な状態になるでしょうね。知恵の神でも理解できない知識があるなんて。あの時、私には分かっていたの。単に自分だけの力では近畿の知識を駆逐するなんて不可能ってことに。だから私は人間の知恵を統合する装置を作り、それをアーカー社と名付けた。まさにこの世で最も偉大な発明ね。ありがとう。長きにわたって私は夢こそが人間の知恵の結晶だと思ってきたわ。少し勝手なやり方だったけど、それでも私はアーカー社を利用して人々の夢を借りた。人々の知恵を統合し、その上で私が持つすべての力を尽くしたわ。それでどうなったんだ？スメールの民の知恵のおかげで、近畿の知識はほぼすべて世界樹から取り除かれたわ。でも事態は私の予想していたほどうまくはいかなかった。ある頭痛が不吉な予感をもたらしたの。その時やっと私の意識が世界樹とつながっていることを思い出した。世界樹が私に知識と知恵をもたらすと同時に、汚染も私の身に襲いかかった。最初から私という存在は近畿の知識によって汚染されていたの。そんな、どうして？私もあなたの意識の中でその苦痛を見たわ。とても恐ろしい体験だったでしょう。ええ、でも私がどう感じたかなんてそれほど重要じゃないわ。重要なのは、たとえ私が死しても、私の存在、私と関わるすべてが記憶と知識として世界樹に保存される。それにより近畿の知識は永遠に根絶されることがない。そして私も永遠に自らを消すことができない。一種のパラドックスね。だから私は世界樹の最も純粋な枝を折って、私を輪廻転生させ手がかりを残した。あなたをここに来させて、汚染された私を世界樹から完全に消すために。待って、違う、そんなの違うわ。それが何を意味しているのか分かったよね。やっぱりあなた賢いわ。あなたの想像通り、世界樹にはこの世のすべての知識と記憶がある。私を世界樹から抹消するということは、私が初めからこの世に存在しなかったのと同じこと。でもね、これこそが世界樹を救う唯一の方法なの。人々はあなたを慕い、あなたをずっとずっと思ってきたのよ。私もこのままあなたを忘れられるわけ。本当にもう他の方法はないの？他に私ができることはもうないの？あなたは知恵の神なのよ、ブエル。知っているはずでしょ。これ以外に方法はないわ。でも
まりにも残酷すぎるわ。あなたのこと忘れたくない。そんなに悲しまないで、ブエル。知者として答えを見つけられたこの瞬間を楽しむべきだわ。これがあなたたちのずっと追い求めていた答え。知りたいと思っていたあの言葉のすべてよ。世界が私をどうか忘れてくれますように。私たちは皆知恵の木の下で息づき、世界を読もうとした。土から読み、雨から読み、そして白き鳥となって枝に登り、やっとのことで重要な一枚の葉を口に加えるの。かつて私はこの世で唯一夢を見られる個体だった。私の夢では、人々は皆夜になると夢の世界に入れた。人々の脳裏には様々な発想が現れ、地面に転がるもの、空に浮かぶものがいる。それは全ての物事をつなぎ、まばゆい網にした。三千世界の中にさらに小さな世界があり、全ての運命はその世界で躍動した。だんだんと分かったの。これら描写のできぬ変化し続けるものこそこの世で最も奥深きものであると。それらのみがあれら狂気を徹底的に駆逐できる。夢のみが意識を最も深い暗闇から呼び覚ませるの。こそは問いを唱えるもの、そして同時に答えを探すもの。人々の夢で世界を救う、それがかつての私の答え。そして今あなたたちも自らの答えを見つけた。すべての夢を人々に返すわ。スメールの民よ、さようなら。今宵、素敵な夢があなたたちに訪れますように。